私はサンタからあなたへのプレゼントなの。これからずっと一緒にいるんだから、ちゃんと私を大事にして。勘違いしないでよね。誰が好き好んで兄さんと一緒になんか。約束した通りに私のこと、だ、大事にしてくれてるし。私の好きな食べ物って知ってる。全部作り物の妹だもんね。あはは、こんなこと言われても困るよね。私、しばらく受験生になります。私、絶対兄さんと同じ高校に行くから。変なこと言おうとしちゃった、熱があるからかな。いやだ、落ちてるもん。兄さん、私受かってた、受かってたよ。一緒に、お土産見よう。持ってる二人が一緒にいないと、この絵が完成しなくなっちゃうんだ。私と兄さんの、思い出だから。私ね、この旅行のこと、絶対に忘れないよ。ああ、一年なんてあっという間だね。わかるよ。だって私、兄さんの妹だもん。私、兄さんの妹でよかった。私が考えてるのは、私がいなくなった後のこと。私はすぐにいなくなっちゃうから。私がいなくなった後は、やっぱり兄さんたちに迷惑がかかっちゃうもん。兄さん、ねえ、兄さん。一つだけ、言いたいことがあるんだ、それはね。私を、忘れないで。12月22日、そっか、今日から冬休みか。おはよう。おはよう。朝ごはんはパンでいい？いいよ。にゃーもおはよう。はは、くすぐったいな、やめろって。すっかり男に懐いたわね。まあ俺は餌係だからな、妹は？まだ寝てるみたい。なんだ、夜更かしでもしたのか？起こしてきて男。はいはい。入るぞ。ん？まだ寝てるのかよ、目覚まし嫌いだからって、つけないのはどうかと思うぞ。ほら、朝だぞ妹。遅刻するぞ。ふわ、起きたか？兄さん。おはよう、妹。あれ、妹、おはよう。おはよう。お、起きてた。起こして。え？って、引っ張って。しょうがないな、ほら、って。え？妹？えへへ、一緒にもう少し寝てようよ。私、まだ眠いよ。あ、兄さんもお布団の中に入る、暖かいよ。たく、何寝ぼけてんだよ。あ、寒い。終了式に遅刻するぞ。むう、寝ぼけてなんかないもん。ほら、ちゃんと着替えてから下に来いよ。返事は？はーい。ごちそうさま。妹遅いわね。髪が長いからな、女の子ってのはめんどくさいもんだ。ふふ、来たわね。おはよう。おはよう、妹。妹、ボタン付け間違えてるぞ。え、わあ。はは、じゃあ先行っとくぞ。え、兄さん、一緒に行こうよ。友達にからかわれるから嫌だって言ってたのに。いいの、一緒に行こ。じゃあ早くご飯食べろ。あ、食べる、食べますから。はよう。おはよう。おはよう、今日から冬休みだよ男くん。え、わかってるけど。楽しみだね。楽しみだな。受験生の自覚がないのかお前らは。でねでね、遊びの予定なんだけどさ。ねえ、聞いてる？ね、男くんは24日とか空いてる？24日？はいはい、俺は空いてますよ。うん、24日空いてる。虫って一番辛いんだぞ。24日はちょっと。え、そうなの？まあ、開けておきたいんだ。妹ちゃんとデートかな？なんだと、デートだって？デートっていや、でもまあ似たようなものかな。うふふ、じゃあしょうがないね。じゃあ俺らもデートするか、女。最低。何故？クリスマスイブだしみんなで遊びたかったんだけどな。でも明日は空いてるぞ。あ、じゃあ明日みんなで遊ぼう。うん、いいよ。あ、あれ、また受験生だぞ、とか言われるかと思ったのに。ま、妹も喜ぶだろうし。うん、妹とも誘わないとね。わかった、誘っとくよ。お、楽しみだな。明日は4人で遊び尽くそうね。お、あれ、4人。私と妹ともと男くんと妹ちゃん。あれ、俺は？あ、男ともも来るんだ。数に入ってなかった、だと。明日ですか？もちろんいいですよ。兄さんたち、勉強は大丈夫なの？俺はまあ、大丈夫。
男友先輩は。あ、明日くらい勉強を忘れたっていいじゃないですか。そうだな。まあ先輩たちが乗り気ならいいんだけど。では、明日のこと楽しみにしておきますね。うん、じゃあまた明日。さようならです。バイバイ。よし、帰るぞ妹。ふん。寒いな、明日も寒くなるって言ってたし、暖かくして遊ばないとな。あれ、聞いてる？兄さん、寒い。は、そうだな。早く帰ろう。手が冷たいよ。うん。兄さん、手が冷たいな。うん。だからね、兄さんの手で温めて。何言ってんだ。ほら、先行くぞ。あ、待ってよ。ふんふん。妹、そろそろ寝ないと明日の待ち合わせに間に合わないぞ。あ、あと少しで読み終わるから待って。はいはい。うわ。へ。ふむふむ。わーわー、暗い暗い。読むふりじゃなくて、早く読めよ。なんでバレたのかな。ほら、電気つけてやるからちゃんと読むんだぞ。あ、つけなくていいよ。つけなくていいから、このまま一緒に寝よう。ダメ、かな。いや、別にいいけど。ほんと、やったら。妹、なんか今日。ちょっとでも、兄さんと一緒にいたいの。ねえ、寝よ、兄さん。ああ。ほら、布団に入って。えへへ、ちょっと狭いね。一人用のベッドだからな。もうちょっとそっちに行ってもいい？落ちそうなのか？全然。いいよ。暖かいね。そりゃあよかった。じゃあおやすみ、兄さん。おやすみ、妹。ふふ、兄さん、暖かい。あ、そろそろ目覚ましが鳴る時間かな？うん。先に止めちゃえ。もうちょっと寝てても、大丈夫だよね。えへへ、兄さん、兄さん。わあ！って、にゃあ、びっくりさせないでよ。朝か？ああ、兄さん起きちゃった。どうした？なんでもない。おはよう、兄さん。おはよう、妹やけに眠そうだな。え、そう。寝れなかったのか？寝れなかったというか、その、寝ちゃうのがもったいない気がして。バカ、ちゃんと寝ないと昼間に眠くなっちゃうぞ。はい、ごめんなさい。しょうがないなん、あと1時間くらいは大丈夫かな。え？ほら、二度寝しよう。時間ギリギリになるけど、まあいいだろ。えへへ、やったー。お、来た来た。遅いぞ。天柱ですよ。ごめんなさい。悪い、俺が寝坊しちゃって。男くんが寝坊なんて意外だな。罰として昼飯は男のおごりだな。勘弁してくれよ。妹。何？本当は妹が寝坊したとか？違うよ。え、じゃあ、本当にお兄ちゃんが寝坊したの？それも違うかな。じゃあ今日は一日楽しんじゃおう。ああ。具体的には何やるんだ？え、決めてないよ。え？みんながやりたいことに、他の人が付き合うの。だからこんな朝早くから集まったのか。楽しそうですね。やりたいことって言われても困るよ。疲れそうだな。まあ、そんなこと言わずに。じゃあ一番目は誰ですか？はい、私。わかった、何やるんだ？ボウリング。牛見たか。ジュース買ってきたぞ。あ、ありがとう。気が利きますね、お兄ちゃん。はい、私ミルクティー。おい。あ、男とも終わった。じゃあ次は私だね。頑張ってください、先輩。ファイト。先輩、ナイスストライクです。妹さんは優しいな。はは、1位。なるほど、ボウリングをやりたがるわけだ。ボウリング難しかった。初めてならしょうがないよ。初めに上投げで行こうとした時は焦ったけどな。それは忘れて。はは、かわいいもんじゃん。間違えて隣のレーンに投げたやつが何言ってるんだか。隣のお客さんびっくりしてましたからね。ああ、それはもういいから、ほら次は誰だ？あ、じゃあ私でいいですか？お、妹ともは何がやりたいの？そうですね。あ、ちょうど行きたいところがあったんです。幸せ。美術展。これは予想できなかった。まあ、妹ともちゃんらしいかな。妹とも、絵がすごい上手なんだよ。あ、こんなところに付き合わせてごめんなさい。いやいや、こんな機会じゃないと来ない場所だしな。俺は割とこういうところ好き。綺麗。
先輩も見入ってるみたいだしね。そう言ってもらえると嬉しいです。ほら、ゆっくりと見て回ろう。おう。妹、こういう場所は静かに。はいな。女先輩、妹友よりも真剣に見てましたね。すごかった。絶対また行くよ。女見えの良さがわかる感性があるとは。失礼な、こう見えても私は美術選択だぞ。あ、私と一緒ですね。帰ったら久しぶりに絵でも描こうかな。どうしたの、兄さん。女の絵はな、まあ独特というか、先生に平成のピカソって言われてたな。いや、そんなに褒められても。まあいいや、次は誰だ。じゃあ俺、カラオケで俺の美声を聞かせてやろう。出た、平成のジャイアン。あー、もはや何を歌ってるのかすらわからない。ごめん、私がこんな企画をしたばっかりに。耐えろ、3時間パックだからフリータイムじゃないから。妹、何歌う？ま、私、知ってる歌なら何でも。じゃあこれ。ね、猫、にゃん、知らないよ。なんだ、残念。ブブブブ。な、何でもいいから歌ってくれ。耳の保養、耳の保養をお願い。さあ、次、もう疲れた。同じく。楽しかったね、妹とも。そうだね。若いな。楽しんでるならいいんだけど。さあ、次は誰ですか？あとは男と妹さんだけだな。と言われても、俺は別に行きたいところないんだけど。ま、私もまだ決まってない。そんなこと言ってないで、ほら次は男の番な。どこでもいいからさ。だったら。ペットショップか。男、動物好きだもんな。まあそれもあるけど。わあ。いっぱいいる。猫さんも犬さんもいっぱい。この二人が喜ぶかと思って。それ、自分の行きたいところじゃないじゃん。いいんだよ。ねえ、連れてくればよかったかな。お友達たくさんなのに。楽しんでる姿が見れるからさ。シスコン、聞こえてるぞい。ウサギもいいな。ええー、やっぱり猫だよ。まだ言ってるよ。よっぽど楽しかったんだね。女だってずっと騒いでただろ。何先輩ずらしてるんだか。女の子は可愛いものが好きなの。わかった。じゃあ、残るは妹だな。どこ行きたいか決まった？行きたいところがあるんだけど。あ、あるんだ。じゃあそこ行こうよ。でも、きっとみんなは楽しくないから。どこでもいいぞ。ほら行ってみろよ。じゃあ。遊んでいい？おう、行ってこい。行こう、妹。公園ね。まあ、高校生が一人で遊べる場所じゃないか。寒い。お前も体を動かしてこいよ。そうする。よし。私も童心に帰るかな。年中童心に帰ってるように見えるってことは言わないでおこう。口に出てますよ。ブランコ、難しい。こうだよ、こう膝をぐっとやって、ぐんってそしたらギューンと行くからバーンって。それじゃあ全然わからないでしょ。あと、そんなに漕ぐと危ない。ははは、大丈夫って、わわわ。うん、私も漕いでみたい。俺が教えてやるよ、妹。やったー。お兄ちゃん。ん？妹。公園楽しそうですね。まあ公園で遊ぶの、初めてだろうしな。ほら、そんな顔してないで、妹ともちゃんも行くぞ。合点承知のすけ。兄さん、早く教えてよ。暗くなってきたね。そろそろ行くぞ、妹。もう少し。男ともまで。じゃああと少しだけ。やった。妹とも、シーソーやってみよう。シーソーはちょっと。あれ、なんで？私、妹より、重いもん。じゃあ女とするか？あ、ならいいですよ。おい。ああ、今日は楽しかったね。おう、妹、楽しめたか？うん、楽しかった。じゃあ暗くなったし、そろそろ帰りますか。そうだな。あ、私ちょっとトイレに行ってきますね。あ、じゃあ私も。はいよ。ふう、疲れたな。だな、久しぶりにここまで体を動かしたよ。ねえ、男くん。他に私たちができること、ある。何の話だ？妹ちゃんのためにね。思い出作りだけでいいのか？ごめん、妹ともに聞いちゃったから。そっか、話してくれてもよかっただろ。悪い、余計な心配をかけたくなかったんだ。それに、普通は信じられない話だし。何言ってんだか。お前の話なら信じるに決まってんだろ。ごめん。ふふ、妹ちゃんのためだからね。なんだってやるぞ。それだけでいいのか？おう。あ、
とは、男くんに任せればいいんだね。おう、ならわかった。頼んだ、男とも。頼ってくれなかった奴が何言ってんだ。ごめん、なんてな。大丈夫だよ。男ともはこう見えて頼りになるんだから。こう見えては余計だけどな。はは、わかってるよ。任せとけ。ああ。お待たせ。寒くなかったですか？大丈夫大丈夫。じゃあ、これ以上寒くなる前に帰ろっか。へえ。もう十分楽しんだろ。はーい。妹とも楽しかったよね。はい、もちろんですよ。ふふ、じゃあ今日は解散で。家まで送るぞ、女。お、気が利くね。妹とも、途中まで一緒に帰ろう。喜んで。じゃあね。またな。女、気をつけて帰れよ。俺は？あんたは私のボディーガードでしょうが。女先輩。ん、なんだい？ば、バカ。か、帰るわよ男とも。はいよ。今日はありがとうございました。いやいや、またね、妹ちゃん。また遊ぼうな。ふふ、なんだかんだ言ってうまくいってますね。だね。何の話だ？いえいえ、こっちの話です。ね。ね。じゃあ私たちも帰ろう。そうだな、家まで送ってくよ妹ともちゃん。あ、途中までで大丈夫ですよ。可愛い子は夜道を一人で歩いちゃダメだよ。可愛いだなんてそんな、お兄ちゃんに言われたら照れちゃいますよ。むう。あ、妹がいじけてる？そんなことないもん。別れ道まで来ましたね。あ、あそこが猫を見つけた場所だね。みゃーは元気？元気だよ。妹が可愛がりすぎて初めはぐったりしてたけどな。最近は気をつけてるもん。ふふ、じゃあ私はこっちなので。送らなくていいのか？妹に風邪をひかせちゃったら困るので。大丈夫、そんな簡単にひかないから。って言ってるけど。でも、あ、だったら、ん？お兄ちゃん一人に送ってほしいな。え？ん？俺だけ？なんで？妹に寒い中歩かせるのは嫌だし。あと一回お兄ちゃんとお散歩デートがしたかったんだ。でデート。ダメかな、お兄ちゃん。デートはともかく、家まで送るのは構わないよ。ダメ。え、なんで、妹がダメって言ってるのかな？うん。嫉妬？嫉妬なんかしてないもん。だったらお兄ちゃんと帰ってもいいよね。ん？どうしたの妹？もう知らない。あ、おい妹。私先に家帰ってるからね。嫌だから一人で帰るのは危ないって。危なくないもん。え？兄さんはデートでも何でもしてくれば。え？ふん。おい、待てって妹。ごめん妹ともちゃん、ちょっと妹追いかけてくる。待ってください、お兄ちゃん。え？ちょっと、二人で話がしたかったんです。二人になるには、こういう方法しか思いつかなくて。え？妹の話です。わざと、怒らせたの？妹には後で、謝ります。いや、そうじゃなくて。それはいいですから、ちょっと話をしましょう。わかった。お兄ちゃんに言われた通り、妹とは、たくさん思い出を作りましたよ。うん、ありがとう。妹ともちゃんの話をたくさんするよ。きっと妹ともちゃんのこと、一番の友達だと思ってる。だと嬉しいな。大丈夫、俺が保証する。私、妹の友達になれてよかったです。うん。きっと、私が友達になれたのはたまたまですけど、それこそ、サンタの気まぐれで選ばれたようなもの、なのでしょうけど、でも、妹の友達になれて、本当に嬉しかった。うん。だから、妹に会えるのが、今日で終わりなんて、絶対に嫌です。まだまだ、妹とやりたいことがあるのに、話したいことがあるのに、明日で消えちゃうなんて、私絶対に認めません。だって、まだ、してないことが、いっぱいあるんです。一緒に映画も見に行ってないし、一緒に食べようって言ったパフェもまだ行ってないし、飛行機に乗ってどこかに行きたいねって話もしたし、今度連れて行くねって言ったアクセサリー屋さんにもまだ行けてないし、あ、お化粧の仕方も教えるって言ったんですよ。えへへ、あの子高校生になってもまだまだ子供だから。妹とはたくさん約束をしてるんです。1年間だけじゃ守れないようにって。私、妹とたくさん約束したんですから。だから、それを守る前にいなくなっちゃうなんて許さない。もし約束破ったら、妹となんて絶好なんだから、もう二度と
遊んでなんてやるもんか。そうだよ、まだ言ってないこともいっぱいあるんですから。妹って嘘つきなんです、知ってましたか？すぐ嘘をつくんですよ。悲しいのに強がるし、泣きたいのに笑うし、何なんでしょうね。あれ、何度言っても治らないから、本当にイライラするんですよ。友達なんだから我慢しなくていいんだよって言わないと、素直に泣いてすらくれないし。これで文句を言わせる前に消えたら、私は誰に言えばいいんですか？お兄ちゃん、明日は妹と二人で一緒にいるんですよね。うん。私は行っちゃダメなんですよね。いや、それは。いいです。行きませんから、私は、また今度妹と遊びます。明日一日はお兄ちゃんにあげますから。だから、約束してください。絶対、私を、もう一度妹に会わせてくださいね。今日妹を怒らせちゃったことは、その時に謝ります。妹とのこんな別れ方は、絶対に嫌だから。返事はもらえますか？わかった、約束するよ。ふふ、そうですか、これで安心です。そっか、約束破ったら天誅ですからね。それは遠慮したいところだな。じゃあ破らないでください。そうだな、それしかない。ふふ、じゃあお兄ちゃんはそろそろ妹のところに行ってあげないと。だな、今頃カンカンに怒ってるかも。ごめんなさい。謝るなって。お兄ちゃん、これから私にできることは何かありますか？そうだな、何でもします、妹のためなら。じゃあ一つだけ。それだけですか？うん、頼むよ。それを頼むってことは、妹の隠してることはやっぱり、どんな風になるかはわからないけどね。わかりました、絶対にします。心強いよ。じゃあ私はここで。あ、送ってくよ。いいですよ、お兄ちゃんは早く妹のところに行かないと。あとは任せましたから。わかった。ではさようなら。妹ともちゃん。何ですか？きっと妹が妹ともちゃんと友達になったのは偶然じゃないよ。妹と一番の友達になれるのは妹ともちゃんだけだと思うから。だからきっと妹が妹ともちゃんと友達になれたのはサンタの気まぐれなんかじゃない。ありがとう、お兄ちゃん。うん、じゃあ。じゃあ私も一つ。そろそろ妹の気持ちに気づいてあげてください。気持ち？いえ、もう気づいてるのかもしれないけど、ちゃんと向き合ってあげてくださいね。あの通りにちょっと、素直じゃないから。ふふ、じゃあ、またねお兄ちゃん。あ？あ、これは、別にどうでもいいことなんですけど、ついでだから言っちゃいますね。ん？私、お兄ちゃんのことが好きです。え？何度も言いませんよ。あ、でももう一度だけ言います。私、お兄ちゃんのことが好きです。こんなふつつか者でよければ、どうぞ一言、おかけください。それでは。ごめん、妹ともちゃん。さて、帰るかな。ただいま。お帰りなさい。なあもただいま、よしよし、母さん妹は？2階よ。了解。かなりご立腹だったけど。母今からなだめに行きます。お兄ちゃんも大変ね。変わる？変わっていいの？いやだけど。でしょうね。あいつの兄は、俺の仕事。妹の部屋にいないと思ったら俺の部屋にいたのか。ほら、布団に潜ってないで出てこいよ。デート、楽しかった。まあな。そっか。いやいや今のは冗談だけど。妹？妹ともと私の話をしてたんでしょ？妹とも、あんなからかい方しないもん。二人で話がしたかったからだって、わかってるよ。さすがだな。わかるよ。それくらい、友達だもん。はは、なるほど。友達だからこそ、あんなことして欲しくなかった。隠し事はなしって言ったのに、兄さんと話がしたいなら、ちゃんとそう言ってくれればよかったのに。違うよ、妹ともちゃんは妹のことを思って。ちゃんと、妹ともとさよならがしたかったのに。こんな別れ方、嫌だよ。妹ともちゃんはまた今度会う時に謝るって言ってたから。今度って、いつ？私、あと一日で消えちゃうんだよ。わかってるでしょ？妹。ごめん、慰めようとしてくれてるのに。いや、俺もごめん。妹、あのさ。兄さん、明日一日私とデートしてくれるんだって。いや、どうして知ってるんだ？先輩から聞いたの。本当はみんなで遊ぶのが明日の予定だったんだよね。そうだよ。へへへ、デート楽しみ。
早く寝ないとだね、兄さん。そうだな。今日も一緒に寝ていい？ああ、もちろん。わあ、やったー。ね、ね、もう寝る、兄さん。風呂もご飯もまだだぞ。うん。でもまあ、どっちも明日の朝でいっか。へ、ほんと？汗臭くても我慢しろよな。どれどれ？おいこら。うん、大丈夫、いい匂い。たく。ほらほら、ベッドに行こう。くっついてたら動けないだろ。むう、じゃあ離れる。言ってることとやってることが矛盾してるぞ。じゃあ電気消すぞ。ふん。はい兄さん、布団に入って。ん？そんでもって、ぎゅう。なんでだよ。温めてあげてるんだよ。もう十分暖かいよ。えへへ、私ずっとベッドで兄さんが帰ってくるの待ってたから。なら暖かいはずだ。兄さん、鼓動早いよ。気のせいだよ。ふーん。おいこら、やめろって。はぁはぁはぁ、こんなことならもっと早く兄さんと寝てたらよかったな。どういう意味だよ。えへへ、どういう意味でしょう。はぁ、もういいから寝るぞ。まだ早いよ。じゃあ風呂入ってくる。あ、寝ます、寝ますから。たく。にゃーか。この部屋に入りたがってるね。よし。あ、寒い。なんだ、一緒に寝るのか。ふふ、いいよ、メアもこっちにおいで。キャ、くすぐったい。はい、兄さんも。ニャーも入ると狭いな。落ちないようにしないとね。そうだな、じゃあ寝るか。はーい。今日はちゃんと寝るんだぞ。わ、わかってるよ。じゃあ、おやすみ妹。おやすみ、兄さん。兄さん。これでよし、と。ん、兄さん。お、起きたか。何してるの？いや、早く起きちゃったからちょっとね。5時。ほら、まだ寝てていいぞ。兄さんも、はい入って。そうだな、俺も寝るかってこら。へへへ。なんなんだよ。おはよう。おはよう。あら、みんな揃って早起きだこと。へへへ、今日は兄さんとデートなんだよ。はは。クリスマスイブにデートなんて羨ましいわね。でしょ？そういえば、去年のクリスマスも二人でデートしてたわね。そんなことよく覚えてるな。あ、あれはデートじゃなくてお散歩だよ。ふーん、じゃあ、今日は本当のデート？そう、今日は本当。おいおい、じゃあそろそろ行くか。あ、うん。何時頃に帰ってくる？わかんないな。一応、晩ご飯の用意はしとくわよ。わかった。兄さん、早く。もう玄関にいるし。男。ま、楽しんできなさいな。はい。ほら、お花のお金。ありがとう。あ、兄さん遅いよ。悪い悪い。もう、ゆっくりしてると時間なくなっちゃうんだからね。まだ朝だぞ。それでも急ぐ。はいはい。ね、ね、今日はどこに連れて行ってくれるの？まずは花屋だ。花屋。あ、お墓参り。正解。久しぶりだね。そうだな、そこのサザンカ積んでくれ。はーい。じゃあ、父さんに挨拶しに行くかな。父さん、来たぞ。久しぶりです、お父さん。ごめんな、あまり来れなくて。遠いんだよ、ここ。どうした、妹。あ、何話していいかわからなくて。気にすんなって。話したいこと話せよ。じゃあ。私、今日兄さんとデートするんだよ。結局それか。お父さん、なんて言ってるかな。お前は誰の子だ、だってよ。ひどい。よし、じゃあ行くか。ふん。どうかしたか、妹。お父さん、このお墓の中にいるの？どうかな、お墓の中にはいません、なんていう歌もあるし。じゃあどこにいるのかな？さあな、きっと、天国かどっかで俺らのこと見てたりするんじゃないか？どうした？私は、消えたらどこに行くのかな？変なこと考えてんじゃねえよ。ほら、今日はデートなんだろ？ふん。なら、笑ってろ。えへへ。そうそう。ごめんね。いいよ、じゃあ行くか。次はどこに行くの？妹の行きたいところ。行きたいところ。今日一日、お前のわがままは何でも聞いてやるよ。何でもか。ほら、好きなこと言ってみろ。ね、じゃあ最初のわがまま。なんだ？筆、組んでいい？行きたい場所じゃないのかよ。それは次。ほら。えへへ。で、行きたいところは？あれ、腕組んだ感想とかは？胸がな、足が痛い。でしょうね。むう、胸が小さいのは私のせいじゃないもん。それについては何も言うまい。兄さんが。はい、妹行きたいところは？じゃあ、街をブラブラ。ブラブラ？そんなのでいいのか？うん、それがいいの。
妹がそう言うなら、じゃあ行くぞ。はいな。あ、妹。うん。お前、いつ消えるんだ？私もよくわからないけど、多分明日の午前0時かな。クリスマスになった瞬間か。だからあと、12時間くらい。えへへ、ちびっとしかないね。そうだな。もう、笑えって言ったのは兄さんでしょ。なんでそんな顔してるのさ。ごめん。せっかくのデートなんだから、ほら行こう。おう。じゃあね、お父さん。また来るからな。じゃあ、駅まで競争。おいこら先に走られたら勝てねえよ。すっかりクリスマスのムードだね。そやあ、クリスマスだからな。カップルばっかだね。そやあ、クリスマスだからな。えへへ、大丈夫だよ兄さん。私たちもカップルに見えてるって。それもどうかと思うけどな。兄弟だもんね。そうだな。でも、寂しくはないでしょ。まあなあ、妹本当にブラブラしてるだけでいいのか？もちろん、いいよ、すごく楽しいもん。もっと遊園地とか、水族館とかさ、どこでも連れてくぞ。いいの、兄さんといられれば。そっか。えへへ、ずっと外だと寒いけどね。そうだな、ずっとブラブラしててもしょうがないしな。どうしよっかな。どこでもいいぞ。そう言われても、あ、じゃあね、私のお気に入りスポットを案内するよ。え、俺に？そう、私のお気に入りツアー。ツアーってそんなたくさんあるのか。たくさんあるよ。一日じゃ回りきれないかも。そんなにか。なんせ私の思い出をたどるツアーですから。なるほど。付き合ってくれる。お安いご用で。まずはここ。本屋さん。なんで？兄さんが一番初めに私を連れてきてくれた場所。そうだっけ。うん、去年のクリスマスにね。まあ俺がよく来る場所だからな。今もお世話になってるもんね。まあ受験生ですから。ふふ、それで次はお迎えのゲームセンター。ああ、次はここに連れて行ったっけ。夏に来た時は兄さんが猫のぬいぐるみを取ってくれたの。懐かしいな。こんな感じで兄さんが教えてくれた場所を巡っていくね。どこに連れてったかなんて覚えてないぞ。大丈夫、私が全部覚えてるもん。このお店はね、妹ともとよく来るんだ。ふん。あ、あそこのコンビニ、前に男とも先輩を見かけたよ。ここ、あいつの家近いからな。エッチい本を立ち読みしてた。コンビニで何してんだあいつ。あ、ここ、妹ともとパフェ食べこようねって言ってたカフェだよ。妹ともちゃんもそう言ってたな。約束破っちゃったな。次は？はい、この雑貨屋さん。傘を買ったところか。あ、覚えてたんだ。傘なくしたとか言ってもう一本買いに来たもんな。あはは。ここはね、兄さんと一回入った服屋さん。それでこのお店はね、バレンタインのチョコレートの材料を買ったところだよ。受験生だったのにな。そ、それは妹ともがあげた方がいいって言ったから。チョコレート、美味しかったよ。あ、ありがとう。あ、あの電柱。電柱？よそ見してて一回ぶつかった。はは、そんなことまでよく覚えてるな。覚えてるよ。どんなことだって、全部私の思い出だから。そっか。兄さんとどこでどんな話をしたかだって、全部覚えてる。私がここにいたんだってこと、私が覚えてないと、しょうがないから。だいぶ時間もなくなってきたね。じゃあ、次行こっか。中学校か。はじめ、来るのがすごく怖かったな。はは、不安そうにしてたもんな。あの時、兄さんが一緒に来てくれて安心したんだぞ。そんなこと一言も言ってなかったけどな。だって言ってないもん。まったく。妹ともと友達になれたのも、ここだね。そうだな。じゃあ次。もういいのか？うん、だいぶ暗くなってきちゃったし、兄さん、って。ほらよ。えへへ、じゃあ出発。ここが最後か？うん、本当は高校とか、他にも行きたかったんだけど。今から行けば間に合うぞ。いいよ、晩ご飯に遅れちゃう。お母さんが待ってるから。そっか。それに嬉しいんだ。一日じゃ回りきれないくらいに、私にも思い出があるんだって。この別れ道、妹ともといろんなことを話した場所なんだよ。そのせいで毎日帰りが遅かったもんな、妹。昨日はここで、嫌な別れ方をしちゃったけど。妹ともちゃんに会いに行くか？大丈夫。いいのか？うん、今から会いに行ってさよならなんて言ったら怒られるもん。はは、そうだな。兄さん、帰ろうか？そうだな、母さんが待ってる。デート、終わっちゃったね。デートというか、ドタバタいろんなところ巡っただけだけどな。その言い方ひどい。妹のことが知れてよかったよ。うん、私も兄さんに教えられてよかった。帰るか。うん。ほら、妹。家に帰るまでがデートだぞ。はいな。ただいま。ただいま。お帰りなさい、二人とも。お腹すいちゃった。今日はごちそうよ。ごちそう、やった。妹、
手洗ってからな。わ、わかってるよ。ほら、ケーキもあるから早く洗ってらっしゃい。ケーキ、わ、私、すぐ洗ってくる。一日中歩いたのに元気だな。ごちそうさま。本当にごちそうだったな。あら、ちょっと作りすぎたかしら。いや、妹が頑張って食べたから。ありがとね、妹。美味しかったから。ふふ、じゃあ、ちゃんと歯を磨いてから寝なさいよ。ねえ、お母さん。ん、何かしら。ギュッてしていい？おいで。うん。私、ちゃんと、あなたの母親になれてるかしら。ふん。そう、ならよかった。ありがとう、お母さん。バカ、ここでありがとうなんて言われても嬉しくないわよ。明日の朝、もう一回顔を見せなさい。大丈夫、お兄ちゃんがあなたを守るから、ね。あら、嫌だ、涙もろくなっちゃって、ふふ。強い母親ってところを見せたかったんだけど、うまくいかないものね。母さん。ほら、早く上に行って、お兄ちゃんとお話でもしてきなさい。ほら、お兄ちゃんも待ってるから。ふん。明日の朝は、妹の好きな卵焼きを焼いとくからね。ふん。じゃあ、おやすみ。返事は？妹。おやすみ、お母さん。よろしい。男も、おやすみ。ああ、おやすみ。2階行くぞ、妹。ふん。私にできるのはこれくらいよね。ねえ、あなた。あと、2時間くらいか。ふん。どうすればいい？ベッド。入るのか？うん、多分、それが一番落ち着くから。わかった。兄さんも、入ってね。おう。ずっと隣にいてね。おう。まだ、冷たいね。入ったばかりだからな。くっついていい？いいよ。うん。へへへ。ねえ、兄さん。なんだ？私のわがまま、今日一日は聞いてくれるんだよね。妹のわがままなら、いつだって聞いてやるよ。兄さんだから。まあな。じゃあ、聞いて。なんだ？私のこと、ギュッてして。こうか？うん。それで頭、撫でて。ほら。うん。なんだ？嬉しいの。そっか。このまま最後まで離さないで。幸せ、兄さん。私、今とっても幸せ。今なら、このまま消えちゃっても怖くないかな。えへへ、嘘、本当はちょっと怖い。でもね、このまま消えてもいいかなって、幸せだから。ね、兄さん、私。わかってるよ。わかってるから。兄さん、私ね、私、消えたくなんか、ないよ。兄さんの妹になれたのに、兄さんに、ギュッてしてもらってるのに、今私、幸せなのに、これで消えちゃうなんて嫌だよ。妹。もっと一緒にいたい。兄さんと、ずっと、一緒にいたいのに、せっかく撫でてもらえたのに、まだまだしてもらいたいことがたくさんあるのに、なんで、このまま消えないといけないのかな。ひ、うく、兄さん、兄さん。妹。う、兄さん、兄さん。ほら、よしよし。うく、うん。兄さん、今、何時？10時40分、だな。あと、少しだね。でも、あと1時間も兄さんにギュッてしてもらえるんだったら、やっぱり幸せかも。妹。何？兄さん。聞きたいことがあるんだけど。ふん。もし俺が今年のクリスマスで妹を願ったら、お前はまた来てくれるのか？うん、多分、もし私を願ってくれたら。そっか。兄さんが今年1年いい子だったらだけど。じゃあ俺はまた今夜妹をお願いすれば、お前は消えないで済むんだな。妹、まだ何か俺に言ってないことがあるよな。それを教えてくれないか。お願いだから。もしこのまま、サンタの魔法が解けて私が消えちゃったら、私の存在が、みんなの記憶から消えちゃうの。
初めから私なんていなかったことになって、みんなの記憶も修正される。だからね、兄さんがもう一度私を願うのは無理だよ。そっか。もし兄さんがまた妹が欲しいって願っても、私のことは忘れてるから、きっとそれは別の妹が来る。だから。おかしな話だな、まったく。サンタはいい子の願いを叶えるんじゃないのかよ。一年で消えて、その記憶までなくなるなんて誰も幸せにならないじゃないか。おかしくないよ。え？サンタは、一年間いい子だった子に一年分のご褒美を、くれるの。だからサンタは毎年来るんだよ。次の一年をいい子にしてたら、ご褒美はまた一年後にもらえるでしょ？それでも記憶がなくなったら意味ないだろ。意味はあるよ。覚えてなかったとしても、その一年は確かにあったんだもん。それに、記憶がなくなるのは仕方がないよ。サンタの魔法なんだから。魔法が解けたら、みんな元に戻るだけ。そしたら、もともといないはずの私なんか、みんなの中から消えちゃうのは当たり前だから。ね、そうでしょ。そもそも、プレゼントに妹をもらうことがすでに特別なことなんだから。だからね、だから。私がいなくなっちゃうのは、しょうがないことなんだよ。えへへ、大丈夫だよ。兄さんいい子だから、きっとまた新しいプレゼントがもらえるし。そしたら、私のことなんか、だからね。本当にそう思ってるなら、なんでそんな顔するんだよ。本当に仕方がないって思ってるならそんな顔するなよ。そんな泣きそうな顔されて、ああ、そうなんだなんて、言えるわけないだろ。どうなんだよ、妹。しょうがないことなのか？俺お前のこと忘れちゃうんだぞ。母さんも、妹ともちゃんも、男友も、女も、みんなみんな。お前のこともう、思い出さなくなるんだぞ。楽しかったことも、嬉しかったことも、全部なかったことになるんだからな。一緒に街をブラブラしたことだって、夜遅くまで勉強したことだって。海で遊んでた妹だって、猫に舐められて喜んでた妹だって。今ここで、お前を抱きしめて頭を撫でてることだって俺、忘れちゃうんだからな。お前は、本当にそれでいいのかよ。そんなの、言い訳、ないじゃんか。言い訳、ないでしょ？私、何度も、消えたくないって言ったじゃん。嫌だよ。みんなの中に私がいなくなるなんて、そんなの、嫌に決まってるじゃんか。じゃあちゃんと、そう言えよ。でも、しょうがないものはしょうがないでしょ？どうしたって、私はみんなから消えちゃうんだから、私がどう思ったって、それは決まってるんだから。だから、何を言ったって、しょうがないんだもん。そんなことねえよ。忘れてほしくないなら、そう言え。忘れるなって、俺に言えよ。俺、妹のわがままだったら何でも聞くって言ったろ？お前が忘れるなって言うなら。俺は、お前のことを、忘れない。無理だよ。無理じゃない。だって、忘れちゃうもん。覚えてるよ。みんな、消えちゃうんだよ。じゃあ、思い出す。何度だって、思い出してやるさ。だから、忘れてほしくないなら、ちゃんとそう言え。俺はお前の兄なんだから、何だって聞いてやる。そんなの、そんなの、ひどいよ。せっかく全部諦めて、このまま最後までって思ってたのに、兄さんにそんなこと言われたら、私、期待しちゃうじゃんか。余計、消えたくないって思っちゃうじゃんか。思えばいいじゃねえか。ほら、何か言うことがあるんじゃないのか？兄さん。私のわがまま、聞いてくれる？私のこと、ずっと、覚えていて。わかった。忘れないよ。もう、時間がないね。そうだな。あと、どれくらい？ 30 分くらいかな。最後まで、このままでいたいな。うん。ふふ、兄さん、鼓動早いよ。何聞いてんだよ。昨日も、早かったよね。どうだったかな？なんで、早くなってるのかな？さあな。兄さん。なんだ？私もね、今、ドキドキしてるよ。えへへ、なんででしょう。ねえ、兄さん、私、
兄さんの妹だよね。ああ。妹なのに、ドキドキするのっておかしいよね。ね、兄さん、こっち向いて。なんだ？ちゅ、えへへ、しちゃった。あ、あれ、なんだ、時間が来ちゃったみたい。妹。思ったより、消えちゃうの早いみたいだね。おい、待てよおい。ああ、まだ言ってないこと、あるのにな。あ、それともキス、しちゃったからかな。ふ、それならまあ、しょうがないよね。何言ってんだよ。本当は、もうちょっとだけ、ギュッてしていたかったけど。兄さん、ごめんね。おい、なんだそれ。妹、ほら、ギュッてしてやるから。あ、えへへ、私も。妹、大丈夫だからな。また俺、お前のことサンタに頼んでやるから。だから、な。ありがとね、兄さん。私のこと、忘れないって言ってくれて。それ、どういう意味だよ。兄さんがそう言ってくれただけで、私、とても幸せ。おい。でもね、ごめんね兄さん。さっきのわがまま、取り消すね。おい、おい。私の最後のわがまま、聞いて。どうか、兄さんも、幸せに生きてください。バカなこと言ってんじゃねえ、なんだよそれ。私、兄さんの妹になれてよかった。えへへ、あ、消えちゃうね。じゃあね兄さん、楽しかったよ、とっても。キスまで、しちゃったし、もう、私は十分。ふふ、サンタのプレゼント、私なんかでよかったのかな、それだけがちょっと、心配だけど。じゃあ、バイバイ。妹。妹、バカ野郎、最後で強がるなんてどれだけバカなんだよ。絶対、許さないからな。絶対忘れてなんてやらねえ。あれ？なんで俺、泣いてるんだ？ん？なんでだ？なんだこれ、気持ち悪いな。クリスマスに彼女がいないからって知らないうちに涙が、なんて。バカらしい。もう12時過ぎか。寝るかな、たく。クリスマスって俺には平日と変わらないっての。せめてサンタとかが来てくれたらな。何が欲しいかな。受験に合格する鉛筆とか？うん、欲しい。まあなんだっていいや、寝よう。明日も勉強しか、することがないんだし。おやすみ。わ？なんだ、電話？寝てたのに、たく。あれ、俺いつもマナーモードにしてるんだけどな。何の話だ？いや、こっちの話ってお前かよ。俺で悪かったな。俺、今から寝ようとしてたんだけど、それはちょうどよかった。ん？伝言があるんだ。何？伝言？そう、伝言。誰から？昔の俺から？は？いや、俺もよくわからないんだけど。まあいいや、それで伝言の内容は？ん？寝るな。寝るな？そう、それだけ？いや、もう一つ。サンタに願い事をしたら寝ろ。サンタ？そう。寝ぼけてる？寝ぼけてねえよ。よくわからない。俺もだよ。なんだそれ。でも、メモ帳に絶対伝えろって書いてあったからな。他には何もないのか？あとは何も、いや、俺の走り書きが。ん？みんなで遊んで楽しかったな。昨日のことか？だろうな。じゃ、伝えたからな。ああ。メリークリスマス。寝るなってなんだ？寝ちゃダメなのか？サンタ？何のことだよ。はぁ？とりあえず、起きてるか。昨日のことって、男友達と遊びに行ったことだよな。女の提案でみんなの行きたいところに行くって言って。はじめはボーリング行って、次は美術展だっけ。美術展？なんだ？昨日俺たちって美術展に行ったよな？ああ、女がやたらハマってたな。それって、誰の提案だった？誰だっけ？あれ、なんだこれ。なんかおかしいよな。気持ち悪いな。寝るなってこういうことか？わかんねえ。頭痛い。おい、大丈夫か？大丈夫、ありがとな男とも。いや、俺もちょっと考えとく。頼んだ。次は。はいはい、メリークリスマス。あ、女、夜遅くに悪いな。いいよ、どうしたの？美術展、
行った行った。あれって誰の提案だったか覚えてる？そんなの当たり前じゃん。あれ？だよな。おかしいね。誰かの提案だったはずだよね。あ、昨日って何人で遊んだっけ？確か4人だよ。俺と男と元女と。あれ？あと1人は誰？知り合いだよね。そのはずだよ。あ、ボウリングのスコアシートに載ってるはず。あ、なるほど。どこにしまったかな？見つけた。あ、俺も、妹とも？そうだ、妹ともだよ。思い出した。妹ともちゃん。なんで思い出せなかったのかな？男くん。ありがとう、女。また何かあったら電話するよ。あ、うん、わかったよ。またな。バイバイ。おかしいぞ、なんだこれ。妹ともちゃん、確かに覚えてるけどいつ出会ったんだ？ああ、くそ、とりあえずスコアシートを片付けないと。ん？なんだこれ、俺の字だけど、こんなの書いた覚えがないな。今日、何してた？今日って、墓参りだよな。その後、一人でブラブラして夜になったら帰ってきたけど。あれ、俺なんで一人でいろんなところ行ったんだっけ？あれ、俺何か忘れてないか？何か、忘れてる？この紙、裏にも何か書いてある。思い出せ。なんだこれ。俺、こんなもの書いた覚えがない。なんだ、何を忘れてるんだ？思い出さないと、いけない気がする。何か大切なことを忘れてる気がするんだけど。なんだ？猫？あ、にゃーだ。今俺、にゃーのことも忘れてた？なあ、にゃー。俺、なんかおかしいんだ。頭の中がぽっかり抜けたみたいで。なんでか、わからないか？はは、わかるわけないか。どこ行くんだ？そこは空き部屋だぞ。空き部屋、だよな。あれ、なんで俺のものがこんなにいっぱいあるんだ？漫画、参考書、鉛筆？にゃーがこの部屋に持ってきたのかな。あれ、にゃーどこ行った？俺、この部屋によく来てた気がする。なんでだ、この部屋には何もないのに。ダメだ、やっぱり何か忘れてる。何か。誰か？なんだそれ、妹ともちゃんのことか？違う、でもそれに近い、誰か。記憶がおかしくなってるのは、それが思い出せないから。大切な、誰か。誰なんだよ。にゃあ、どこ行ってたんだ。にゃあ、それは？首についてる、それ。キーホルダー？半分だけの、キーホルダー？ああ、海で買ったやつか。誰と？俺はこっちを持ってればいいんだな。もう一つは、誰が持ってるんだよ。思い出せよ。忘れないよ、全部。忘れてんじゃねえか、バカ。この旅行楽しかったか？おい、全部、覚えてるから、当たり前だろ。おい、ほら。誰だよ、俺と話してたのは。ごめんな。誰なんだよ。はい。あの、私、妹ともと申しますが。妹ともちゃん？あ、はい、そうですが。久しぶりってわけでもないか、昨日遊んだばっかだもんな。男さんですよね。そうだけど。すいません、私、あなたのことを、あまり覚えていなくて。え？でも、私のメモ帳に、絶対電話するようにって書いてあったんです。妹ともちゃんもか。え？いや、だから、電話をくれたんだ。はい。昨日一緒に遊んだことは覚えてる？はい。夏に海に行ったことは？え？あ、はい、確かに行きました。なんで妹ともちゃんは、俺らと遊んだんだろう。それが、わからないんです。いつ知り合ったのか、どうやって知り合ったのか。わかんないか。私、毎日日記をつけてるんですけど。うん。その日記、いつもお兄ちゃんのことが書いてあるんです。お兄ちゃんって男さんのことですか？お兄ちゃん。どうかしましたか？いや、大丈夫。やっぱりお兄ちゃんって男さんのことですよね。そうだと思うよ。確か、そう呼ばれてたし。そうですか。その日記、俺以外のことは何か書いてない？妹ともちゃん。男さん。何？私、誰か大切な人のことを忘れてる気がするんです。私の日記、ほとんど何も書いてないんです。毎日書いてたはずなのに、
ぽっかりと抜けちゃってるんです。おかしいですよね。書かれてるのはお兄ちゃんのことと家のことばかりで、お兄ちゃんと一緒にいた誰かのことは全部消えてるんです。俺と一緒にいた？私、大切な誰かのことを忘れちゃってる。絶対に誰かがいたはずなのに。だから思い出さないとって思ってた時に、男さんの電話番号を見つけたんです。俺と一緒にいた大切な人？男さん、私が忘れている誰かのこと覚えていませんか？多分私の大切なお兄ちゃん。お兄ちゃん、あれ、私今なんでお兄ちゃんって。忘れてる大切な人、妹ともちゃん、一緒にいたキーホルダー、お兄ちゃん。あ、でもお兄ちゃんって男さんのことだからいいんですよね。ちょっと呼ぶの恥ずかしいけど。寝るな。サンタに願い事。クリスマス。なあ、一人で散歩。サンタ？でも、なんで、私、男さんのことをお兄ちゃんなんて呼んでるんでしょうね。サンタ？願い事？去年のクリスマス俺は何を願った？お兄ちゃん、どうしました？大丈夫ですか？半分のキーホルダー。花の絵。お兄ちゃん？妹ともちゃん、花の名前に詳しい？え、まあ、花を描くのが好きなので、多少はいけると思いますけど。漢字で、もったいないの一文字目に、半分しか書いてないけど、これは多分、なしって感じなんだけど。それは、忘れな草ですね。忘れな草。綺麗な花ですよね。名前の意味は、そのまま花言葉にもなってますよ。忘れな草の花言葉はですね。私を、忘れないで。あ、知ってたんですか？それで、忘れな草がどうかしましたか？お兄ちゃん？具合でも悪いんですか？大丈夫ですか？救急車、呼びましょうか？無理だよ。だって、忘れちゃうもん。私の存在が、みんなの記憶から消えちゃうの。私がいなくなっちゃうのは、しょうがないことなんだよ。ね、そうでしょ？どうしたって、私はみんなから消えちゃうんだから。だから、何を言ったって、しょうがないんだもん。みんな、消えちゃうんだよ。だからね、だから。バカ野郎。やっぱり、忘れねえじゃねえか、妹。お兄ちゃん、今、なんて言いました？妹、あれ、なんでしょう。涙が、なんででしょうか。妹。俺の、大切な人の、名前だよ。妹ともちゃんにとってもね。妹、思い出した？はい、妹、忘れてなかったよ、私。忘れるわけ、ないじゃんか。妹ともちゃん、頼みがあるんだけど。大丈夫です、わかってます。そっか。私、いい子でしたから、きっと大丈夫ですよ。は、だったらいいな。早く寝ないと、悪い子になっちゃいますね。そうだな。お兄ちゃん、また明日。遊びに行きますから。待ってるよ。はい、じゃあまた明日。じゃあね。母、お前は初めから覚えてたのか？なんだ、目覚まし、俺が止めようと思ったのに。おかえり、妹。どうした？なんで私、ここにいるの？何言ってんだ、忘れるなって言ったのは、お前だぞ。わがままには何だって付き合うって言っただろ？ふん。たく、世話の焼ける妹だ。兄さん。ん？えへへ、ただいま。おう。なんで、私のこと覚えてたの？そうだな、多分サンタが結構いい加減な性格だったせいじゃないか。え？いや、父さんすでにいないのに妹だとか、妹ともちゃんも違和感に気づいてたし、結構記憶操作が適当だったからさ、妹が消える時も結構矛盾が出るんじゃないかと思ってね。え、でもそれだけで。ま、細かいことはいいんだよ。俺は妹を忘れなかったし、妹は今ここにいる、それだけで十分だ。うん。お客さん。ああ、妹行ってこい。あ、もしかして。やっほー、
メリークリスマス。あ、先輩、私たちだけじゃないよ。ほら、隠れてないでさ。妹とも。メリークリスマス。えへへ、メリークリスマスだよ。もう。朝早くからご苦労さん、みんな。よかったね、男くん。バッチリ妹さんのことお願いしといたからな。ありがとうな。兄さん。ん？これからみんなで遊びに行こう。はは、遊ぶのはいいけど。ちゃんと、ご飯食べてからにしなさいよ。あ、お母さん、おはよう。げっ、ふふ、ちゃんと卵焼き作ったからね。ふん。卵焼き。ぐう。こいつ。皆さんもどうぞ。ありがとうございます。やったー。じゃあ、お邪魔します。机まで競争、妹とも。合併承知のすけ。他人の家で何やってんだ。はは。兄さん。なんだ？私、なんだかずっと一緒にいられるみたい。魔法がね、とっても強いの。ま、4人と1匹の願いが詰まってるからな。1匹な、やあ。みんなが。そうだよ、それもありったけ。俺なんか全部のプレゼント分を前借りしたからな。そんなことできるの？さあな。でも、もう消えないんだろ？多分。じゃあきっと、サンタに届いたんだな。そうかもね。えへへ。ありがとう、兄さん。お礼はみんなに言えよ。兄さん、これからもよろしくね。おう。あ。なんでもない。なんだよ。最後だと思って、兄さんとキスとか、いろいろしちゃったよ。なんだって？なんでもないってば。あ、朝ごはん食べに行くよ、兄さん。はいはい。兄さん、あの時は言えなかったけど、ずっとずっと、大好きだからね。